なんか僕自身どんどんソニックに惹かれていきましたね。あの収録していくうちにっていうか、はい、そんな影響ですかね。かなり影響大きいです。はい、皆さんこんにちは、ソニック・ザ・ヘッジホッグ役の金丸純一です。初めて遊んだソニックのゲーム、まあこれはね、トリム直さず、僕はあの一番最初担当させていただいたのは1998年のですね、ドリームキャスト。その中で、ソニックアドベンチャーが、僕はあの最初にソニックの声を担当させていただいたのですが、作品をね、何度か何度かこの収録していくうちに、なんていうのかな、あのそれまでのこう完全無欠なヒーローっていう形ではなくって、どっかちょっととかって思う突っ込みどころがあるような、でもその距離の遠いヒーローではなくって、ちょっと手を伸ばしたら届くような、そういうヒーロー像がソニックなんだなっていうのがあって、多分これ皆さん味わえないと思う、僕だけの特権かもしれないけど、いやソニックに遊ばれているのかな、僕が。なんかそんな感じです。はい。なんかこのソニックと僕のキャッチボールみたいな感じで、ゲームが進んでいったというか、もう、作っていったような、そんな気がします。長い、ソニックと付き合っていく中ではね、僕自身もいろんな変化があったりとかってするんだけれども、ちょっと、あ、今日は元気がないかなっていう時なんかは、やっぱりソニック、もうこう見たり聞いたりしていると元気になってくるっていう。だからこれはきっとファンの方も同じなんじゃないでしょうかね。これ元気を与えてくれる、そういう存在がソニックなんじゃないのかなって思います。そのいつもこのかっこよくて、すごいすばしっこいソニックが瀕死の状態になってしまったっていうソニックフォースね。あれはね、収録していて僕もすごく、びっくりしました。本当にびっくりしました。で、どうなっちゃうのっていうことを、やっぱり感じつつ、だから、印象に残ってるっていうシリーズのタイトルでしたね。うん。あとは、エリスに、スマイルって言った、優しく言ったソニックの、なんていうのかな、そこがセンシティブな感じのね、一面も覗かせてくれた、みんなエミーって言うでしょう。いや、エミーももちろん大好きよ。テイルズも好きだし、ナックルズのはちゃめちゃな感じも好きなんだけど、ああいうファミリー以外に、好きなのは僕ね、ビッグザキャットです。ふっくらした、体型。だからまあ、猫好きってのもあるんですけどもね、ビッグの、キャラクターっていいのとかって僕思いました。はい。長く、ソニックと付き合ってきてはいるのですが、まだまだわからないところっていっぱいあります。で、それを皆さんと一緒に、この冒険しながら、またソニックをこう知っていくっていう、その楽しみは、きっとこれからもどん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 続いていきますので、僕も一緒に走り続けるぐらい、走り続けるだけ、もう走っていこうかなと思いますので、これからもどうかよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。